4月12日日曜日、時刻は午後6時を回りました。辛坊治郎サンデーキッスサウンドクルーの辛坊治郎です。薄田ジュリアです。加納恵美子です。いやー、大丈夫なのかな。これ神戸のスタジオからね、はい、3人で収録してるわけですけれども、はい、不要不急の外出は自粛要請が出てますよね、はい、で我々3人は大きな声じゃ言えませんけれども、はい、まあ、別に隠すわけじゃありませんが、大阪から来てますよね、はい、大阪から神戸に、まあ、一応私の車でお二人を乗せてきたとは言いながらや、はい、言いながら、まあ、あの外出してることには間違いないわけで。そうですね。そうなんですよ。これ大体同じ車の中だから密室だよね確かに、まあ、窓開けたりちょっと工夫はしてますけど、はい、マスクは一応して。そうなんだ。これなんかね、あれ俺が前で運転してるよね、はいはい、で後ろの席に二人が乗ってるよね、はい、おいでだけど後ろの席でこう窓をこう開けるよね、はい、これさ、こう平時ならちょっと、え、俺臭いみたいな、なんかほらある、それある、あの確かに確かにタクシー乗った時とか臭って思ったら、あ、そうそう、喉を全開するんだけどそうそう、だから俺も後ろに若い女性を乗せた時に、はい、あのこのタイミングだから、うん、逆に言うと窓開けやすいよね窓開けて、だけどあのでも運転席側の右側にスイッチパネルがあって、はい、どの車でもっていうか今もうほとんどパワーウィンドウだよね、うんうん、昔はパワーウィンドウの車って少なかったけど今もう軽自動車から何からもうほとんどパワーウィンドウで、うんうん、でパワーウィンドウの全部のスイッチパネルは運転席の右側のところにもついてるわけだよ、うんうん、でこれ運転してる時にあの反射的に、はい、窓を閉めるっていうのはあるんだ。あ、わかります。わかる、はい、その運転席座るよね、はい、乗ってると風切り音がするしたりなんかして、はい、とにかく窓閉めるのね。閉めます、閉めます。昔はそうじゃなかった。エアコンが世の中にない時代には、はい、車だってエアコンのない時代がありましたからね。私も初めて買った車エアコンついてなかったし、エアコンのついてる車に乗り始めたのは社会人になってからですから。夏場のドライブ大変ですね。確かに暑そう。でもね、うん、今の車はついてませんけれども、はい、あの運転席の横に三角窓ってあるんですよ。三角窓って、ないでしょ。昔のこのクワゲなんか思い出していただけるといいんですけども、はい、運転席の窓にフロントガラスが1枚もんでありますよね、はい、で右側の運転席の上に、運転席ピラーって柱ってありますよね。で前の席と後ろの席と間にピラーって一つ柱があるの。これがまあセダンタイプっていうんですけど、はい、車の呼び方ってどこにその屋根を支える柱があるかで、うんうん、あのそれがピラーっていう柱がないとハードトップっていうんですけど、まあいいじゃない、それ昔、はい、今はもういろんな車が出てるから一概にそう言えないんですけども、うん、そうするともう一つですね、運転席のそのすぐの右側のドアの前の三角部分って前傾斜になってるじゃない、あの傾斜になってるところだけ独立した窓になってて三角窓になって、これがね回転するんですよ。上下に軸があって上下に手、はい、視点があってくるんと回るんです。その三角窓をくるっと開けると、もう運転してると風がビヤーッと外から入ってくるような、うあの窓の開け方ができるっていうのが、これ三角窓っていうのが昔の車。空気抵抗すごそうですね。空気抵抗は確かにすごいよね。まあすごいけどもそんなでっかい窓じゃないからね、小さい窓だから、幅が10センチか15センチぐらいの窓でしょう。だから昔のフォルクスワーゲンなんかイメージしてもらうと、確か昔のフォルクスワーゲンは三角窓ついてたと思います。というのは昔の車はみんなそうやって三角窓が、エアコンのない時代は夏場はその三角窓を上げて外の空気をガーって入れながら走ってたんだけど、その時代だったら今みたいに車乗ってると密室って感じじゃないですよ。もうとにかく運転してると車の風が外からビュービュー吹き抜けますからね、うん、まあ、そういう時代じゃありませんから、はい、運転してて後ろでこう席上げられると平時ならちょっと嫌な感じだなと思って、うん、でそれに気がつかずに前でパッとスイッチパネル触って窓を閉めた時に感触で分かるね、あ、窓開けてた後ろの人って、うん、でガーッと後ろの窓が閉まってく感触、あ、後ろの子は今意識して窓を自分で開けていたのに俺がここで閉めるとなんか感じ悪いかなと思って、はい、途中で気がついてピッとやめてちょっとピピッと戻してね、うん、後ろの窓をこう開けたり今回このぐらい細かく気使うんだよ、はい、ね、知らない人にインタビューされてテーブルの上に足のけたりしないよ俺はって、あ、また何なんだよそれっていう、うん、まあいいやそんなことは。文春に、文春じゃない、はい、違う週刊誌なんです。あ、違う週刊誌、これ裏があるんですよ、はい、実は。どんな、昨日 ABC で散々喋ったからもういいよそもう疲れた。昨日の ABC のそういう意味ではね、はい、保存版なんだけど、はい、ABC はラジコでしか聞けませんから、はい、インターネットやってませんから、だから1週間経つと聞こえなくなっちゃうんですが、はい、その点この番組はすごいよね。だって、キッス FM 神戸さんのご好意で今インターネットのカメラ、今日はですね、そうだ
今日は我々3人の前についにアクリル、そうですよ、はい、ついにアクリル板が登場、2枚、それも3面のアクリル板で3人が仕切られているということになってます、はい、ということでですね、いつもだったらお二人に向けてカメラを設置して、で、まあ、私の声はちょっと遠くなるんだけれども、それで収録をして、それをインターネットで全世界にこう配信するわけですよ、これが、うん、まあ、あの全後編合わせて3万回以上必ず回るというありがたいコンテンツになりましてですね、うん、ところがですね、今回こういつもカメラ設置してるところに、うん、プラ板が立ってますから、音がないわけですよ、はい、でいつもとは全然違う画角で、はい、皆さん見てますか、カメラが設置してあるんですが、はい、ちょっとカメラの位置が遠すぎるんで、はい、音声撮るためだけに別のスマホを設置してあって、今日はあの2台体制で収録してますから、はい、編集大変ですね。どうすんだろうな、俺がやるわけじゃなくて、鍋ちゃんだからな、何が言いたいかというと、うん、この、まあ、満単位で皆さんに見ていただけるコンテンツを、うん、なんかやっぱ社会貢献に役に立てないかとこう思った時に、うん、はい、そうだ、これを使ってインターネットで、今子供さん学校に行けない、本当は文部科学省が一元的に何かやればいいんだけど、これも昨日 ABC の番組で散々説明したんですけど、うん、あの戦後日本は自由主義民主主義の国になりましたっていう大きな枠組みの中で、うん、教育委員会っていうのを全国の自治体に作って、うん、国が一元管理する教育ではなくて、地方自治体が責任を持って地方自治体が主導する独自の民主教育をやりましょうねっていう建前で戦後の教育が始まってるから、うん、文部科学省が一元的に教材を作って全国にばらまくてできないんだよ、うん、建前としてもできないし、そんなことしたらもう先生の組合なんかが、うん、もう大騒ぎになってえらいことになるからできない、うん、まあ、それも今全国一律に教材が、まあ、負けない理由の一つで、まあ、まあ言い訳に過ぎないけどね、やりなきゃ教室ごとに教材作って、教室ごとの先生が講義してるところをインターネットでその教室の生徒さんだけが見られるようにすることは今そんなに難しくないんで、本気でやれよって話なんだけど、だけどね、かわいそうなのは、例えば中学校1年生でこれから英語を学びましょうという時に、一番最初の英語の授業でつまずくと、あと3年ついていけないと。そうですね、あのね、実は私ね、はい、もう今だから話せるエピソードですけども、はい、学生時代に家庭教師をやっていたことがあるんですよ、はい、その時にあの高校3じゃない中学3年生の男の子を面倒見てくれって言われて、頼まれたらいいですよって言って、はい、一応全教科やりましょうっていうことになって、うん、来年の受験に備えたいということ で、うん、でまずお母さんと面談して、はい、あのお子さんどのぐらいの今成績ですかって聞いたら、うん、お母様がおっしゃるには、あの2があるんですよ、ああそうですか、うん、分かりました、じゃあ、 あの不得意科目から、ちゃんとしていきましょうねって言って、その彼と中3になりたての彼とこう話してて、うん、じゃあまあ英語からやりましょうかって言って英語を、まあ、中3の英語を教え始めたんですよ、うんうん、なんかちょっと反応がおかしいよね、はい、あれこれ全然ついてきてないんじゃないかとふっと思ったんで、うん、ちょっとさ、あの ABC ちょっとアルファベット順番に言ってみてくれるって言ったら、うん、G で止まってたABCDEFG まで行ったんだけど、うん、次 H が出てこないんだよ、あのさ、お母さんに聞いたら、うん、2があるんですって聞いたんだけど、うん、英語が2って言ったら、いいよ英語は1ですって、え、どういうことって言ったら、体育以外全部1ですって言って、え、2があるってそういう意味だったのかと思ってね、中3だよ中3、はい、ほいでこれ来年受験で高校入れなきゃいけないわけだよ、うん、大変だろう。ですね、ちょっとそれより何が大変かと思ったかっていうと、彼はアルファベットを G までしか言えない状況の中で2年間学校行って英語の授業をやってるわけで、うん、全くついていけてないっていうか、どんだけ苦痛だっただろうというのを考えた時に、これやっぱり一番最初でつまずくとどうにもなんなくなる、うん、ところが今この新型コロナの影響で学校やってないわけですよ、うん、そうすると中学1年生になりましたっていう子は一番最初の ABC からやりました、まあ小学校から英語教えてるから、はい、その段階で ABC からやるかどうかともかくとして、うん、はい、でも一番最初でつまずくと、もうあと3年間全くついていけない時間になっちゃう可能性があるっていう、ものすごく大事な時期じゃないですか、はい、そこで考えました、はい、英語の教材を作ると、辛坊さんか、はい、私が作ると、まず中学校1年ぐらいの英語なら教えられます、はい、でその上私には強力なアドバイザーがいましてですね、私の実は
かみさんが配偶者がですね、あの国立大学の教育学部を出ておりまして、はい、教員免許を持ってます、はい、しっかり持ってますから。私ね、教員免許持ってんの、小学校も中学校も。お、じゃあちょっとこれ一緒に手伝ってくんない、うん、うん、あの国語の先生って、役立ったぜーなそれみたいな話になってですね、はい、うちのかみさんが役に立たないということが判明したので、うん、誰かボランティアで手伝ってもらうということになった時に、はい、私の知ってる限りで一番英語の発音が確かな人は誰かというと、うん、でなおかつただでやボランティアでやってくれる人っていうことを考えた時に、一、はい、人女性が思いついたんですよ、はい、でその女性に、うん、ついでにあの収録するのに部屋も貸してくれって言ったらですね、うん、いいですよって話になって、はい、うん、その英語が堪能な女性の家にこれから行ってですね、うん、収録をして、はい、もう週明け週始めぐらいにはですね、うん、この YouTube、 今これをご覧いただいてるチャンネルありますね、うん、YouTube 辛抱の旅で英語の教材を作ります、うん、で45分で1時間にしようと思ってるんで、はい、私が教えます、はい、で発音部分は彼女にやってもらいます、はい、でそれを1回45分で ABC からABC の書き方から始めます、はい、で中学校1年生の教科書、教科書そのまま使うと著作権に触れるんで、うん、中学校1年で使っている教科書をだーっと見て、大体こういうレベルのものをこうやって教えたらいいんだなってことは分かりますから、うんうん、はい、45分授業をかける50回ぐらいのシリーズにして、とにかく学校が始まるまで毎週1本ずつ上げてきますから、うん、まあ、だから中学1年生の皆さん、まあ、中学1年生に限らないですけど、うん、もうすでに中学1年生で英語の実力が止まっちゃったみたいな子は、うん、もう一からやり直すつもりで、うん、はい、これを毎週1回見て、そしたらまああの英語に関しては1年やると中1の英語の実力は完全に身につきますよっていう、インターネット社会貢献で始めようと。CSR ですね、辛坊さんの。素晴らしい。褒めてくれる？褒めます、褒めます。すごい社会貢献ですよね、はい、まさにね、うん、あ、なんか2人も噂によれば生徒で参加してくれるって話じゃない？え、生徒で、え、あ、どういうことですか？ないんだ。ちなみに困ったら言ってください。私の弟中学の英語の先生なんで。おー、いやいや、そんな本物、本物は困るよ。言ってください。え、弟さん中学の英語の先生なの？はい、フランス語じゃなくて英語です。なんで中学は英語ですよね。家の中では英語使ってたの？あ、母と父は英語で会話してました。母と父は英語で会話してた。ということはもう家の中で英語で普通に会話してる状況の中で育ったわけなんだ。ちょっとルー大柴さんみたいなところもありましたもんね。ちょっと英語と日本語混ざるようなみたいな。おー、ベリーエキサイティングみたいな。いや、そう。ちょっとありましたけど。困ったら言ってください、何でも。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。聞いてみます。まあ、弟連れてくるわけじゃないですね。弟と連れてくるぐらいなら俺エミコちゃんの妹に会いたいんだよね。妹生徒側、あ、生徒でちょうどいいですね。あ、そうですね。いいですか。あ、はい、じゃあ、あの妹も英語苦手なんで、じゃあちょっと収録日に来ていただいたらですね、はい、あの画面の中で生徒役していただいて、もうこれシリーズでね、はい、もし外れて誰も聞かない、はい、見ないということになったらですね、学校の授業が再開した段階でやめます。フェイドアウト。アイアム、これが奇跡的に奇跡的に、はい、アクセスが増えて、一定の方に見ていただいて、うん、もう中学1年生じゃなくてももう社会人になってる、あるいはもうかなりの高齢になってるんだけども、うん、もう一遍中学校1年生の英語からやってみたいなっていう人まで、うん、見てくださると、うんうん、小学生はねちょっと無理だと思うんだよ、うん、なぜかというとですね、はい、多分その女性との会話の中でかなりエッチい会話も出てくると思う。何を教えるんですか。そうするとエッチい会話も出てくるということになると、いや、だから小学生の方は見ないでくださいねっていうガイドをつけようと思うんだな。 R12 にしてみたいな。まあ PG ってペアレンタルガイダンスって PG ってあるじゃないですか、はい、PG13 とか映画あるじゃないですか、はい、知ってます、アメリカの映画って、はい、これどこがあの PG なのっていうやつに PG13 とかっていう表示があるんですよ。割と あ,、ね、はい、あれなんでだか知ってますか。あれは実はですね、私アメリカ行ってメディア研究してる時にいろんな本読んでて、うん、ああそういうことかと思ったのは、はい、あの R 指定と、日本で言うと R 指定ですよね。だからアメリカで言うと PG13 とか PG いくつとかってペアレンタルガイダンス、つまりこれを見る時には大人と一緒に見てくださいねとか、うん、もう子供はダメですよとか、そういうのが全くない一般向けって映画があるじゃないですか、はい、絶対当たんないんだって。へ、全く刺激がありませんと、要するに鼻から暴力的なシーンも性的なシーンも、とにかくそういうのが全くありませんって言うと何のガイドもつかない。そうするとそういう映画ってまずヒットしないんで、大したシーンじゃなくても PG 指定にしとく、うん、ペアレンタルガイダン、まあ、親が、ね、ガイドしなさい、うんうんうん、親も見るときには親も一緒に見てくださいねとか、うんうん、ある指定とかすると、うん、結構見るのがちょっと、もうなんかエッチシーンあるんじゃないのみたいなことで期待して。だからうちのインターネットの動画も、うん、あえて PG 指定をつけようと。ひ
何もないけど。エッチーか、もしかわかんないな、英語でエッチー会話が出てくるかもしんねえじゃん。ということでですね、はい、小学生の皆さんは見る場合は親御さんと一緒に見てくださいね、うん、中学生以上の方はまあ単独で見てくださってもいいですよっていうのにして、うんうん、で、えみこちゃんの妹が出てきてエッチー会話をするっていう、それ行こう、それゴーゴーいいですか、進めても。どうぞ。辛坊治郎サンデーキス、この番組は日曜の宵の口キス FM 神戸から辛坊さんと私たち2人が素敵な音楽やゲストとともにお届けする情報サプリメント番組です。明日からの1週間に必要なニュース解説、トレンド、エンタメ情報をたっぷりチャージ。この後午後8時までお付き合いください。リクエストはキスネームこよてさんからいただきました。オフコース、生まれくる子供たちのためにでした。メッセージをいただいています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いつも仕事をしながら楽しく拝聴させていただいています。恐縮です。ありがとうございます。先日安倍総理の会見に対して小柳ルミ子さんが批判をしていたとの内容をヤフーニュースで見たときに、ほうほう、記事そのものに不快に思いました。小中学生の時に〇〇さんが何々さんのことを〇〇だって悪口言ってたよと余計なことを言って周りが騒いでいるのを見て快感を感じている子っていましたよね。そんな子が大人になって大した仕事もできないのにニュース記事を書く仕事について低レベルな報道で大衆が騒いでいるのを見て良い仕事をした後歪んだ達成感を感じているのかなと思いました。他のニュースでもヤフーコメントの中にはマスコミが世の中を悪くしているとの意見をよく見るようになりました。私個人もマスコミや報道に踊らされないようにと思う毎日です。辛坊さんの本職とはずれるかもしれませんが、大衆を騒がすだけの不毛で低レベルな報道に関して辛坊さんのご意見をお聞かせいただければ嬉しいです。ジャーナリズムとは何なんでしょうか。今の俺にそれ聞く犯罪じゃなくて報道被害の渦中にいる俺に聞く俺にそれ話をさせると止まらなくなるよ、いかにひどいか。とにかくもう、ああ、でも今回の最近起きた一連の私に起きたことを考えると、うん、ちょっとやっぱ日本の雑誌ジャーナリズムってもう終わりなのかなっていう感じがするよね、うん、事実関係の裏取らない、うん、単に誹謗中傷のためだけ、うん、で雑誌を売るためだけだけども売れない、だからどんどん過激化して嘘書いて無茶書いて売ろうとするんだけど、そうするとますます読者を失うっていう完全に悪循環を待ってるよね。それとこれも一部のこれはまあ身内のスポーツ新聞なんかもやってるんで、まあ、まさに今のケースなんですけど、もう取材に行かずにテレビ見てるわけですよ。テレビで誰かが何か言ったって言ってそれを記事にするんだけど、俺もな、ただそのテレビ見てる人にとっては記事見なくても見てたらそれだけの話なんだけど、うんうん、ただ見てない人にとっては確かにそのテレビの中で誰かが何かを言ったということが重要なファクターになることもあるわけですよ。例えば、うんうん、まあうちの番組ですね、はい、総理大臣を呼んできて総理大臣に何か喋らせた時に、うん、今まで発言してなかった新しい政策について言及しましたっていう、うん、これはまあ事実だから、うん、そうすると、まあ、そのテレビ見てる人はその総理がその新しい政策について喋ったのを聞いてるわけだけど、それ以外の人にとっては、うん、ニュースだからね。そうするとまあそれをテレビ見てた人たちが一斉にテレビをで喋ったことを元に原稿を書くっていうことは前々からあったんですが、うんはい、最近はそうじゃなくて、うん、私がやってるラジオ局で私が喋ったことが右から左にリアルタイムで、だこれ記事書いてる人は別に取材に行ってないでラジオ聞いてるだけだもんね、うん、それでプレビュー数が上がればお金になるわけですね。そうなんです。でそれでプレビュー数が上がってそのワンプレビューについていくらっていう、だから収益構造がもともと真っ当に自分が取材に行って取材に行ったものを皆さんにお見せするお聞かせすることで、うん、まあ、どっかからお金を頂戴するっていう収益構造じゃなくて、うん、とにかくアクセスしてもらって回数さえ回ったらっていう、うん、でお金がいくら入ってくるっていう商売になっちゃってるんで、うん、ちょっと YouTube っぽさがある。そう、まさに YouTube です。だから鶏が先か卵が先かっていう議論で言うと、うん、そういう収益構造になっちゃってるんで、どんどんとにかく回数回すためには数上げるんですよ、うん、取材に行って大変優れたもので5分取材に行ってそれをまあインターネットであるいは YouTube で流します。でそれで1万回ね見ていただきました、1万人の人に聞いていただきましたっていうので言うよりも、ラジオ聞きながら
ね、1時間の間にあの10本ぐらいニュース書いちゃうわけですよ。それをバーンと流すと、うん、1つ1万回回れば10本流すと10万回ですから、うん、中には当たるやつもあるわけですよ。特に私の悪口とか書くとむっちゃ上がるらしいんだ今。そうするとたまに当たったやつで何十万回とか言うと、もうここ座ってて記事にするだけで、それも数が多ければ多いほど書けるいくつになりますから、うん、自分で取材に行こうと思うと5分のネタ作るんだって1日かかりじゃないですか、うん、でも1日かかって5分のネタ上げるよりも、うん、あのラジオ聞きながら10本ネタ出して1回あたり10万っていうの回った方がはるかに収益は上がるっていう、たまに逆に経済が形を作っちゃってるところはあるよね。うん、見出しもすごい過激なものにして中身と全然リンクしてないもので、まあ、それは昔からの週刊誌の手口だからな。うん、それはあるけどね。その今被害に遭ってるんですね、新聞さんはね。はい、私家中だからね、ちょっとやっぱりあまりにひどいものは責任取らさなきゃいけないよね。まあはっきり言ってね、これまあ民事で訴えるよね、はい、民事で訴えると金もかかるし手間もかかるし心理的負担も大きいし、うん、だからよっぽど経済力がないと無理なんですよ。だから多くの経済力のない人はもう泣き寝入りするしかないんで、うん、幸い私は別に訴えて弁護士費用を払って何年も仕事しなくてもはっきり言ってもそんなに困らないんで、うん、だからそういう人間が訴えることによって社会正義を実現させるというようなことを考えないと、うん、損害賠償を勝ったところで大した額にならなくて結局裁判費用の方が絶対高いですから、で本来私はねこれ使う手じゃないと思ってることが一つあって、アメリカでは多分、まあ、アメリカ例えばアメリカではね、うん、名誉毀損って刑事裁判できないんですよ。名誉毀損っていうのは民事で賠償してもらう、その代わり民事の賠償金がぐっちゃむっちゃ高いですから、刑事で責任取らすよりも民事賠償で勝った方が得だっていうのがあって、うん、まあ、名誉毀損の場合は、ね、まあ、あんまりこれもねそう簡単には認められないんだけど、うん、名誉毀損の裁判を起こしてだけど勝つと億単位の金が入りますから、うん、それでまあ賄いましょうというか、ついつま合わせましょうねってことができるんですけど、うん、アメリカでは逆に日本ではできるけどアメリカではできないということが一つあるのは、刑事事件として名誉毀損で訴える、つまり、言論の自由に関して何か書かれたことに関してこれは名誉毀損だって言って、うん、刑事責任を取らすということがアメリカでは、確かできないはずですが、うん、日本は刑法上名誉毀損があるんです。まさか辛坊さん、だから今回刑事訴追をちょっとしてやらないと、うん、こんなあまりにひどいケースは民事じゃなくて民事で賠償責任したって大した額にならないんで、うん、刑事で訴追するっていうか告発するっていう、まあ自分のことだから告訴するっていうことも、うん、これ視野に入れて考えた方がいいんじゃないのっていうぐらいちょっと最近ひどいね、うん、一部の週刊誌のやり口は。もうこれまでその被害に遭ってきた人たちも賛同してくれそうですしね、そういうのに。だけどね、だけどそれも面倒くさいんだよね。だけど多くの人はもうね、うん、そんな面倒くさいことは、だからここが私の身になって考えてくれる人とか、うん、身近な人たちはもう、うん、新聞さんもうそうやったってね、うん、大して得しないからやめといた方がいいんじゃないですかっていう、私のことをよく知ってくれてる人はみんなそういうわけですよ、うんね、だけどちょっと離れてる人で、うん、やれやれってそれこそまあ面白がる人は、うん、新聞さんやっちゃいましょうみたいなこと言うんだけど、うん、それ言ってる人見たことある。そういう勇気ですか。違う、東国丸さん。関係ねえじゃんかおめえって。同じく被害者なんですよね。東国丸ね、うん、東国丸そういえば何か書かれてたな、なんか多分、ね、あの女性の記者かなんかと何か書かれたのかな。うん、俺もそういうの書いてほしいんだよね。どうせならだってさ、今回写真週刊誌に写真まで撮られてんだよ、うん、それも大阪で撮られてんだ、あれ、はい、読売テレビの前で撮られてんだよ、うん、そうするとカメラマンは俺そんなに読売テレビも行ってるわけじゃないから、うん、時間を計算して確実に撮れるところで、うん、相当粘って、うん、何時に局から出てくるかなんか分かんないわけだから、うん、そうですね、で撮ってるわけでしょ、はい、そんだけの努力するんだったら、うん、もうちょっと違う写真が撮れるんだろうと。どういうの期待します？いやだからいつものように俺が本田翼ちゃんと夜飲みに行ってるとかさ、これいつものように本庄まなみ、なんで本庄まなみやねん、好きなんですよちょっとね、本庄まなみさん、本庄まなみさんとほらなんかどっかのね、はい、東京院の玄関くぐるとか、うん、ほらあるじゃないですか。箔がつきますね、なんかそういうのだと。妄想ですけどね。おすちゃんはって言いたいけど妄想だよな、やっぱりこれはな、はい、妄想です。そうだな、はい、なんかそういうところ撮ってほしいよな。あとはほら背中が痒くて電柱に背中をこすりつこすりってくるとことかさ。犬ですかねえ。ま、正面かけてる犬みたいな。正面言うな。時々ジュニアちゃんわかんないわ。時々フランス人になろうとするだろ。なんか言ってもいや私フランス人だから半分みたいな、ほらさそういう逃げを打とうと思ってんだもん。そういうことね。ニュース解説のコーナーに行ってみましょうか。そうですね。
まだ言ってなかったっけ。この後辛坊さんのニュース解説です。ジローズニュースピックアップ。このコーナーでは辛坊さんや私たちが気になったニュースをピックアップ、独自の視点でニュースの本質を分かりやすく解説していきます。今週は総理大臣の緊急事態宣言が出されましたからね、もう本当にニュースは新型コロナ一色でしたけど、まあそれも含めて、いやそれも含めなくてもどっちでもいいですけど、はい、じゃあお二人一言ずつ、一人ずつ。あ、伺いたい。はい、どうぞ。京都とか愛知とか岐阜が、はいはい、追随するように緊急事態宣言を出してくれって手を挙げましたけど、ましたね、あれは認められなかったっていうのはやはり感染者数のことなんですか？認められなかったっていうよりもね、いろいろあるんだと思います、水面下で。お前らも逆に出してほしくないみたいなニュアンスだったじゃねえかって今更言うなよっていうところもあるのと、はい、それと、緊急事態宣言のエリアが広くなればなるほどですね、でも緊急事態宣言の結果知事が休業を求めましたと、店休業しましたと、今政府は金払いませんって言ってますけど、そのうち、まあ、仮に例えば追い込まれていくらかの金を政府が出さなきゃいけないって言った時に、緊急事態宣言を出してるエリアに関しては国の責任で出しなさいよ、だけど宣言出してないところはそれは自治体の責任でしょっていうので、実はまああんまり範囲を広げたくないというのが本音だと思いますね。宣言出されてない地域に住む人たちからして、あ、ここは大丈夫なんだと思って、こうのんきにこう外をね、歩いたりすると。ところがね、今回の緊急事態宣言の最大の問題は、これ新型インフルエンザ対策特別措置法の中に、これ民主党政権の時に新しいインフルエンザが次に流行った時に何かしなきゃいけないねって言って作った法律に、一番最初なんでこれ今回の新型コロナがこれの適用にならなかったかというと、この法律に適用する前に感染症にで指定しちゃったのね、であくまでもこの新型インフルエンザ等対策となんとか法っていうのは、未知の感染症に関してはこれを適用しましょう、で基地もうみんなが分かっている感染症については適用できない法律だった、でこの法律を適用する前に指定感染症に新型コロナを指定しちゃったから、つまり未知の感染症ではなくなっちゃってるわけで、この法律の適用が法律上できないということで、適用するためには法律を変えなきゃいけない、で国会で大騒動して一部のメディアが反対して、結局この新型インフルエンザ対策特別措置法に新型コロナを適用できるという法律をまあしたのね、一行加えた、で今回、その法律が適用されることになって、この法律に基づいて総理大臣が緊急事態宣言を出したんだけど、総理が緊急事態宣言を場所と期間を特定して、だからまあ7都府県と、ゴールデンウィーク明けまでという時間と場所を指定して緊急事態宣言を出しました、次にその指定されたところの知事が自分の権限でいろんなことができるようになりますって話なんだけど、何ができるかというと、まあ、この法律がなければできないことも若干はあるんだよね、例えば、まあ、強制的に本人の同意を得ずに誰かの土地を勝手に収容して病院作るとかっていうようなことはこの法律でできるようになりますが、じゃあ一般の人に出歩くなっていうことが言えるかというと、言えないんですよ。自粛の要請までしかできないんです、となると今までやってたのと同じなんですよ。変わらないですね。変わらないんですよ、効率効果としては、だから相変わらず今回緊急事態宣言が出されて、金曜日の夜、私もいろいろ取材しなきゃいけない、翌日土曜日の朝に番組があったんでそれもあったんですけど、金曜日の夜にですね、大阪の京橋ってありますね、大阪の京橋の夜の巷の、まるでネオンキラキラの、結構風俗業とかいっぱいあるところあるんです、あの辺全部見に行ったんです、どうでした？前この風俗街のところをね、まだ局員時代かな、だからもう10年ぐらい前かな、結構エッチい店が並んでるとこ一角があるわけですよ、ね、そのエッチい 店を後輩の女の子なんかとこう歩いてたらですね、後輩の女の子ごめんね、それまあよく覚えてないんだけど、そしたらエッチい店の前に客引きがいるじゃないですか、客引きのお兄ちゃんがですね、しもさん毎度って言って俺行ったことねえっちゅうに毎度言うなよ、そのね。まるで常連かのように。毎度はないだろ、それ。社長とかなら分かるけど、辛坊さんって実名あげた上に、毎度ってさ。横にいた横にいた姉ちゃんかなんか後輩かなんかにものすごい軽蔑した目で見て、俺は行ったことないよ、俺、冤罪だよ確かに疑っちゃうでも。という騒動が起きた一角があるんですけど、そこ一角行ってみたら、普通にやってました。客引きの兄ちゃん相変わらず立ってました、
やってんだこれと思って、で、うん、やってない店もいくつかあるんだけど、やってる店もあるわけですよ、うん、でやってる店で、うん、やってない店があるんで、で金曜日の夜だから、これかわいそうなんだけど、単身赴任のサラリーマンとかどっかで飯食わなきゃいけない、自宅で作れよって話なんだけど、なかなかそんなことしなくて、帰りにちょっとまあ一杯飲みながらご飯食べて焼き鳥でもつついてとかっていうサラリーマンが、空いてる店にワンサカ押しかけてるから、いつもより混んでるぐらいの勢いで密集して飲み屋で飯食ってるんだよ。だけどこれが面白くて、密集してる飲み屋がある、すぐ隣の隣ぐらいで同じ規模ぐらいの同じような店構えなんだけど、ガラガラの店があるのね。なんでだろう。いや、だから多分人気がないんだと思うよ。ね、だから、だからここに保証、休業保証っていうことになった時に、これそうなんだよ。休業保証になった時に、このガラガラの店はラッキーと思うし、こっちの密集してる店はちょっと待ってくれ、そんなんじゃ足んねえよと思うわけだから。実はね、とにかくな、政府の権限で休業って言ってんだから全部保証しろよっていう論が結構正論としてまかり通ってんだけど、よく考えてみた時に、はい、どの店にいくら保証するのか。確かにね、まあ、銀座とか新地なんて、じゃ あのせめてね、固定費だけ、固定費ってのは何かというと、お店を維持するための家賃ぐらいは補助した方がいいよっていう意見もあるんだけど、はい、銀座のお店で座っただけで5万円っていう店もいっぱいあるわけですよ、うん、そんなところの固定費ってものすごい額で、はい、いやうちは固定費あの月1000万だから保証してねって言った時に、ちょっと待ってよ、それそれ税金で保証すべきかっていう話があるじゃないですか。さっきのガラガラの店もあるいは満員の店もあるわけで、はい、そうした時に一番いいやっぱり保障の方法は、一番末端の労働者一人一人、労働者一人一人が最低限死なずに済むだけのお金を当面配布するということをしないと、休業保障だとかなんだとかっていうので言うと、こう二重三重の複層していくからね。確かに。だから私が何回も言ってますけど、まあ、今日は本来は後半のニュースのコーナーで例の30万円の支給問題っていうのをもうちょっと詳しくやりますけど、このコーナーで最後にまあ毎回言ってますけど、全員100万円配れっていうのは、もうとにかく全員100万円国民に配ったら日本中の企業に2ヶ月間従業員の給料払わなくていいっていうと、日本中の企業は2ヶ月間助かる、従業員の給料払わずに済めばだいぶ助かると思う。その代わり国民全員に100万円ずつあげます、って言ったら、まあ100万円ありゃ1人100万円ありゃ2ヶ月ぐらいは生きていけるよね、楽々、まあ、そのぐらいのことはした方がいいんだけど、今回の対策を見ると、まあ、正直っていう、まあ、そのあたりの詳しい構造は後半じっくりやります、ちょっと前半時間がなくなってきましたから、恵美子ちゃん気になったニュース一つだけぐらい。気になったニュースですか、私もその給付金のことが分かりました。じゃあ後半、恵美子ちゃんはもしかするとね、私の想像で言うと100万入るかもしれない。100万、ちょっとその構造を後半ちょっとお話しようかな。稼いでる金額よりも、そんなかわいそうなこと言うなよ。いやいや、私はそんな稼いでないし。はいね、そうですね。いや月にっていう話じゃないからね、これは。あ、確かに、はい、フリーランス期限が分かりませんもんね。そうまあまあ後半やりましょう。はい、はい、辛坊さんのニュース解説前半はここまでとなります。後半は7時台にお送りします。さて、番組では皆様からのメールやツイートをお待ちしています。メールは番組公式ホームページからお送りください。ツイートはハッシュタグすべてカタカナでサンキストつけてつぶやいてください。オンエアでご紹介できなくてもすべて目を通しております。世界中からいろんな情報どしどしお待ちしております。以上、ジローズニュースピックアップでした。お聴きいただいた曲は京都市にお住まいのキスネームおたふくさんからのリクエストで、中森明菜サザンウィンドでした。メッセージもいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。私は歯科医院に勤めています。ほうほう。マスク1枚で患者さんのお口の中を覗き込んでいます、コロナ騒ぎで患者さんは減るかと思いきや少し増えているような気もします。あ、みんな暇になったからね、これを機にね、歯直しとこうかとかいう人増えてるから。そうですよね、時間があると。これは濃厚接触に近い仕事なので感染が怖くてたまりません。辛坊さんはどう思われますかということです。どう思いますかと聞かれても大変ですねとしか言いようがないよね。そうですよね。
まあでもまあ濃厚接触でしょうね、はい、ただまあ口を開けて喋られると辛いね。でも黙ってて飛んでくるじゃないですか、こう例えばウィーンみたいな、あのなんでしょう、それはきついな、はい、あれからプラスチックのそれこそ顔にね、こう覆うフェイスガードね、フェイスガードしてたら大丈夫じゃないか、フェイスガードとマスクするしかしょうがないよね。うん、でも委員がそれをね準備してくれない限りはフェイス、確かにそうだな、私3ヶ月に1回歯の、定期検診に行ってあの歯石とか取ってもらいますけども、はい、少なくとも私やってた技工士さん、衛生士さんはフェイスガードはしてなかったな。そうですよね、普段だったらしてないから新しく、どうだ、まあだから今ならね、逆にフェイスガードしてたら、普段だったら今まではなんかお客さんにもしかすると例えば失礼だみたいな気持ちがあったかもしれないけれども、はい、今このタイミングでマスクとフェイスガードしてて誰も批判しないから、しないですね、もうとにかくマスクとフェイスガードで完全防備はした方がいいだろうな。でも今どこも売ってなさそうですよね。それで言ったらね、2、3日前に新聞見てたら、はい、あ、東大阪なんかの中小企業かなんか開発したクリアファイルあるじゃないですか、うん、よくあの書類挟むクリアファイル、はいはいはい、あのクリアファイルをこう挟み込むだけで、うん、あのなんかヘアバンドみたいな枠があって、ね、で誰でもすぐにフェイスガードができますっていう商品を開発したっていうニュースあったよ。それが無理なら自分であのクリアファイルにガムテ貼って鉢巻きみたいにして後ろで、これどうだろう、お客さん驚く、作れそうですね、作れそうだろ、あのクリアファイルで、作れないけど十分作れる、それでお客さんの前に立つんですか、それしょうがないこのご時世だから、はい、このご時世だから大丈夫だよ、はい、俺ちょっと一瞬考えたんだよね、どういう構造にしようかなと思って、うんうん、あのクリアファイル変える前でこう湾曲さすよね、はい、上と下ガムテで止めて後ろでさピタッと止めちまえばこれ結構いいんじゃねえかと思もうなんとかなりそうですね、うん、はい、距離感ちゃんと自分で測らないとダメですね、こうなんかフェイスガードぶつかっちゃうよね鼻の高さとかね、あのね、はい、真剣に悩んでる人にこういうトーンで話すのはちょっとごめんなさいね、本当に申し訳ない、でもどこまで行ったって俺ら人事だとしか思ってないっていうのが良、はい、くないよね、やっぱり。それで言うと、私の友達、あの病院で働いてる医療従事者なんですけど、はいはいはい、妊婦さんなんです、うん、夏に生まれるんですよ、なのに病院に入院してるんです、コロナ患者の方が、はあ、そこに勤務しないといけないっていう、そのなんか恐ろしさがすごいあるって言ってて、それ聞くとなんかもう私怖っと思う、ね、今もしかすると特効薬かもしれないって言われてるアビガンっていう薬を、はい、うん、なんでそんなに積極的に日本で使わさないかというと、厚生労働省は昔あのサリドマイドっていうのがあって、サリドマイドっていう確か睡眠薬だと思いますけども、はい、うん、これを使ってあの赤ちゃんに奇形が出て手足が短くなってっていうようなことが多発したんでね、でこの時の、うん、まあ、あのコリタっていうかものすごい薬害に関して厚生労働省が敏感になってて、うん、アビガンっていうのは動物実験で、うん、マウスの胎児に異常が出る可能性があるっていうことが分かっていて、うん、でもしかするとこのアビガンっていうのは新型コロナに効くんじゃないのって世界で言われてんだけど、うん、日本でこれ使うことに関しては厚生労働省が今まあ実は現場の病院の倫理審査が通れば使えることにはなってるんだけども、うん、でもものすごく慎重なのは、うん、毎日あの妊婦さんに渡るといけない、つまり、うん、処方薬ってそこで止まらないんですよ、うん、持って帰ったりなんかして、うん、家でストックして、うん、知識は最初に言った人の知識が最終的に使う人にまで伝わらない可能性があるから、うん、処方薬として絶対渡さない、うん、でこれアビガン使うためには今入院してる患者さんでなおかつ医者の目の前で飲んだということを確認できる、つまり絶対患者がストックしないという状況でないと使っちゃいけないっていうガイドライン、通院しないといけないってことですか。まあまあまあ、ほぼ入院してないと今もう大体この薬が今もう多分ね、医者で使うのは50歳以上の入院患者で重症になる可能性のリスクの高い人に使うっていうのは、それも本人の同意を得て使うというぐらいかなり慎重な扱いの薬になってますが、だけどもしこれが特効薬だとしても今のケースでいうと妊婦さんには絶対使ってもらえないからね。しかもこれから子供を作りたいっていう男女もダメですよ、男性も精液に流れるって聞きました、それ全員。まああの私は実際のこのアビガンの開発者の先生、うん、はい、あの教授に話を聞いたことがあって、その教授はいやそんなに神経質にならなくても大丈夫だって、 その医者はね、開発した人は言うんだけど、うん、でも厚生労働省としては、うん、もう二度とやっぱりあのサリドマイドを起こしてはいけないっていうこともあって、うん、もちろん一つは後で責任取らされたくないってこともあるんだけど、うん、だから、まあ、あのまあもしかするとキンキンそういうケースじゃない人には効くということになったら
かなり現場で使われ出すかもしれないよね、うん、だけどその時にはその用心が必要だということです。はい、はい、ということで続いてのコーナー参りましょう。はい、続いてはしんぼうさん、お誕生日おめでとうございます。ちょっと合わなかった、恥ずかしかった。しんぼうさんにプレゼントを私たちから今日は用意してます。あ、そうですか。はい、どうぞこちらちょっと開けてみてください。素敵な放送でしょ。なんか重、はい、いよ。はい、重いんです。わかった。はい、はい、文鎮。あれ、すごく近いところに行ってます。はい、放送も可愛いでしょ、これ。あの水引きですよ、和紙の水引き。素敵でしょ。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、これ今日ジュリアズアイとかなんとかズアイじゃないの。そうです、本当はエリコズアイの、はい、コーナーなんですけど、このコーナーをちょっとしんぼうさんのバースデーコーナーにしようと思って。はい、ありがとう、切り箱だ。はい、開けてみてください。あれ霧の箱の中にですね、はい、厳重にこの緩衝材っていう中のものが傷つかないものが入ってて、はい、さらに中から、あ、分かった、なんでしょう、へその緒だな、これは。誰のへその緒って昔こんなとこに入ってなかった、はい、そんなに入ってますね。ちょうどへその緒が入って、はい、だけどうちはね、へその緒って多分うちの親の性分なのかしんないけど、俺自分のへその緒とかって見たことないんだけど、はい、なんか友達に家遊びに行くと、うん、俺のへその緒みたいな、こんなんで切り箱の中に入ったんですよ。墨で出てくるじゃないですか。見たことない、私も。友達に出されたことはないですけどね。あ、わぁ、あんたこりゃ石だ、石。はい、有馬記へ。あー、すげー。それペーパーウェイトです。はい、文鎮だからすごい似合うんですよ。これ、はい、石にですね、はい、まさにアリがいるように、はい、蒔絵だから漆で絵が描いてあるんですね。そうです、そうです。これ石川県の、伝統工芸士さんの作品ですよ。これは伝統工芸士さんの作品なんだ。後ろに名前が書いてあるな、作者の。そうなんですよ。すごいね、これ。ちょっとインターネットのカメラに近づけますけど、これ相当近づけないと見えないですけどね。しかもね、アリさん見えないですか。よく見てください。アリの数を数えてもらってもいいですか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 アリが10匹で、ありがとう。なるほど。二人の気持ちを込めて。はい。しんぼうさん、これまでいろんな誕生日プレゼント多分もらってきたでしょうしと思って、今までないものをね、ちょっとオリジナリティのあるものを二人で相談して。絶対ないわ、絶対ない。石好きじゃないですか。石好きです。ありがとうございます。この作品、はい、意味が込められてですね、はい、そのありがとうもあるんですけど、その長い年月を経て山から川、川から海に流れて海岸に打ち上げられた石は角が取れ、はい、丸みのある手触り。まさにしんぼうさん。はい。ちょっと待って待って、それ悪徳週刊誌に書かれてる俺像と全く違うぞ、それ。はい、で、アリが10匹でありがとうということなのでね。いやいや、すいません。素敵でしょ。ありがとうございます。ハリア正幸さんというすごい方が作られたものなんです。どんな、ね、どんな賞を取られているか、ちょっとエミコちゃん。内閣総理大臣賞。ほうほう、そうそうそう。日本の象牙彫刻展で高円宮賞を受賞されてたりとか、全国伝統工芸品公募展で内閣総理大臣賞を受賞されてたり。すごいね。すごい方なんですよ。すごいね、これ。そう。いや、だってこれ本当にね、なんか石の上にアリがいるように、本当に、あ、アリだ、アリがいるって思うよね、これ。蒔絵ってすごいね。リアルでしょ。エミコちゃん、作り方をちょっと。作り方方がですね、これちょっと待ってくださいね、どこのページだ。はい、まず蟻の部分を、漆を重ねて平らにします。でそこに銀粉を巻いてぷっくりさせて、ほうほうほう、で二度黒漆を重ねます。そうそうそう、はい、で、各工程ごとに湿度の高い室に入れて漆を固める。制作時間は約3週間ということで、手間なことをするもんですなって昔、はい、米朝首相が言ってなんか普通の生地の器とかに蒔絵するのと違って、石はこうザラザラデコボコしてるので、すごい平らにするのも大変なんですよ。これも日本にしか存在しない技術だもんね。でその蟻の下も銀粉でぷっくりさせてますけど、本来ならサビとか炭でやるらしいんです。それをまあ銀 で, す, ですごいよ。この作者略歴って書いたんだけどさ、この方なんと生まれたのが954年だよ。あ、違うわ、1950年。すごい人だ。何を言うてるんだ。すごい人だなと一瞬思ったら、はい、1が上についてた、これ。
そうだな、いくらなんでも954年生まれの人のはずがないよね、はい、平安時代かっていう。結構これなんかアクセサリーとかも作ってる方で、うん、あ、はい、あの本来根付け作家でもあるんです。あ、根付けですか。はい、あの印籠とかの先っぽについてる留め具ですけど、はい、いや、ありがとうございます。いや、感動しました。ありがたいね。もう本当になんかね、使っていただけます。もう使うだけじゃなくてですね、はい、死んだらおかんに入れてもらおう。石は燃える？燃えない。燃えないわ。燃える石、燃える石は石炭だわ、それ。嬉しい。嬉しい、はい。ね、ああ、そうですか。伝統工芸品ですからね、大切に。しかし、なんだね、やっぱりあのジュリアちゃんのふるさとっていうか、第二のふるさとの、あのなんか石川県の方、はい、石川県の方はいろんな伝統工芸素晴らしいものがあるよね。そうなんです。知事は変わった人がいるけどね。ウェルカムって言ってましたもんね。このご時世石川に来てください言ってましたね。なんかそれあり。そのせいで石川県金沢市の感染者数伸びてますからね今。本当に大変大変。あの人口10万人あたりの感染者数の数は多分全国トップぐらいの気温でしたよ。石川と福井もそうらしい。だから今回やっぱりね、はい、あのパフォーマンスも含めて、うん、知事さんが俺の出番だって言うんで次々出てくるじゃない、うん、だけどもう見るからに、あ、この人自分売り込むためだけのパフォーマンスでやってるなとかさ、うん、この人一生懸命やってて死んじゃうんじゃないのこのまま仕事してたりとか、うん、いろんなやつあるよね。いろいろありますね。それで言うとなんかインターネット上で、はい、こう土曜日の朝に吉村さんっていう方に出ていただいたんですよ、うん、はい、吉村知事はだから前の日からテレビ出ずっぱりなんだよね。で他にもあの東京の知事も出ずっぱりだけど、うん、なんか違うんでなんかすごい頑張ってる感があって、なんかインターネット上では、はい、あの吉村寝ろどこそこの知事起きろみたいなトレンドに上がってました。はい、いろんな声がありますね。はい、ありがとうございました。はい、辛坊さんいい1年を過ごしてください。はい、ありがとう。はい、辛坊治郎サンデーキッズ、この後天気予報とジローズセレクトの1曲を挟んで7時台はゲストコーナーとニュース解説後半戦です。お楽しみに。